Thank you.
私の番。俺の。どうしよう。行くぞ。なあちゃん、そろそろ疲れた。と時間がないからついていくしかないが。ねえ、この薄暗いのいつまで続くの？何、間もなくだ。もう少し辛抱したまえ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。追い風か。ターゲット捕捉。行くよ。ここだよ。スピアリーよ。あ、今よ。ダメージ。行くぞ。当然だ、見くびられちゃ困る。ところでラピス、その獲物なんだが。ん？私にぴったりでしょ。一撃必殺なら服が汚れなくて済むし。そういうシンプルなとこ、なあちゃんは結構好きかも。ざっとこんなもんだ。
だな。失礼するぞ。異世界だ。
としよう。させるか。危なかった。褒めてあげる。力が。おお。まだいける。今よ。ダメージ止めるよ。ダメ、補給しないと。悪くない。まずい、回復しないと。
ここは何？ん？大人がお酒を飲んで愚かで幸せになるところ？やっぱり人間ってあんまり優雅じゃないのね。やはり来たか、トールス七組。兄様、どうかしましたか？いや、なんでもない。
次はガルニエ地区かな。パン、もう少し食べたかったな。底なしの胃袋だね。美味しいものはまだあるよ。行こう。
さて、そろそろ始めるとしようか。させないよ。何をするつもりかは知らないけど。こちらも通行止めです。情報局の工作どんか。まだ来る。3人、いや5人か。トールス7組、よく私たちの動向をつかめたな。僕のアークス2からの信号を追跡させてもらったからね。バラしてどうする。いや、むしろ彼らの方から俺たちを誘ったんだろう。ほう、バレちゃったか。改めて自己紹介をさせてもらおう。神聖帝国解放戦線のリーダー、シーダ。それじゃあ神聖帝国解放戦線ノインよ。となると俺は神聖帝国解放戦線のドライだな。じゃあ私は神聖帝国解放戦線のラトッペよ。あー、そこ笑った。いいんじゃないか、わかりやすくて。トッペちゃんかわいいよ。こりゃまた随分と可愛げのあるお仲間たちじゃねえか。本当に彼らが2年前私と姫様を誘拐した。リーダーはともかく、少なくともあの帝国解放戦線ではないだろうな。雰囲気がかなり違うしね。そこはまあ神聖だから。答えてもらおう、シー。お前は一体何者だ。その仮面の下が本物じゃないことは分かっている。さて、どうかな。王子夫妻を誘拐した目的も聞かせてもらおう。ついでに僕のアークス2を盗んでまでここに誘い出した目的もね。残念ながらここは学校ではない。質問をしたら答えが返ってくるとは思わないことだな。思ってねえさ。答えたくねえなら無理やりにでも聞き出すだけだからな。威勢は結構。ならばその力と覚悟を示してみろ。最初からそのつもりだ。せいぜい油断せんことだ。やっちゃえ、プッペちゃん。やっつけてあげる。やれやれ、調子が狂うな。
えい。させる。僕の番だね。まだまだここからだろ。さーて、第2ラウンド開始といくか。ここは私たちが相手です。もう逃げ場はありません。うん、覚悟してもらうよ。私の番ね。
感謝しておく。任せたまえ。風の音がさっきまでとわずかに違う。リン、ひょっとして。やはり地下道に逃げたみたいだね。追跡しますか。ああ、一度レーグリッツ閣下に連絡してこのまま追跡しよう。まだ遠くへは行っていないはずだ。